インコを自由に飛ばせるとこんなメリットがあります。さて、放鳥時間となりました。あなたの愛鳥はまずどのような行動をとりますか？ママーってスーッとね、肩に乗ってきますか？それともパーっていきなり飛翔して満足いくまで飛び回ったりしていますか？包丁で自由に飛翔させる、これはインコにとってとっても望ましいことです。またたくさんのメリットもあるんですよ。こんにちは、きなこのお父さんです。インコは好奇心旺盛です。ケージの扉を開けます。やったー、わーいってね。放鳥時間っていうのはね、ワクワクタイムです。ケージの外に出てきて、あれやこれを眺めてみたり触ったりして、さながら探検をしているかのようです。お父さんが子供の頃はね、神奈川県の三池公園という近くに住んでいたのですが、実家が地元の工務店だったもんで、敷地内に木材がたくさん置いてありました。そこがお父さんの秘密基地。広い材木置き場が子供たちの隠れ家だったんですね。一日中町中を日が暮れるまで探検してね、ガラクタばっかり集めてきてね、そこに隠してました。小学校低学年ぐらいかね。あの頃は三輪車仕様のあの車、あのミゼット走ってましたね。インコは永遠の2歳児です。放鳥時間になるとあなたにくっつき虫、いくらべったりさんとはいえ飛びたくなる時間もあります。パーってね、飛び始めて、あれきなこちゃん急にどうしたの、あーもう可愛いんだからってね、飛んでいる姿さえ可愛いインコちゃん、私たちに笑顔をくれます。だから愛鳥が飛翔したら自由にさせてあげてください。そんな時間も必要なんです。そして幼児を見守る気持ちで遠目から温かく見ていてあげてください。インコの包丁は幼児を公園で遊ばせているようなものです。愛鳥が行きたいなぁと思う場所に自由自在に行かせてあげるんです。それをあなたが温かく見守る、これは行動範囲が広がるっていうことをね、意味しています。うちの子はちょっと臆病なとこがあってね、そんな子には旅をさせろですよ。少しずつマッチョなハートになれますよ。人間社会を体感させるっていうことですね。これは同時なインコに育てるっていうことにもつながります。人間の日常をたくさん見せて人間社会にならせる、共に暮らしているんだっていうことをね、体感させてあげるんです。インコという動物は基本的には縄張り内を行動します。飛翔して行動が広がるということは縄張りが広がるということを意味しています。縄張りが広がることで縄張り意識っていうのもね、薄らぎます。いつもカーテンのたるみにいるような子は、ここは僕の縄張りだってね、縄張りばかり意識したりします。いつもカゴの鳥であれば、誰かがねケージに近づくだけでキッ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 ってね、これ以上近寄らなってね、威嚇するような子もいるんです。たくさん放鳥して自由な時間を作ってあげる、インコは空を飛翔できる動物なんです。飛翔っていうのは相当なエネルギーを消費します。あのジャンボジェット機なんて東京大阪間を一飛び、これ燃料どのぐらいかかると思います？お父さんね、中学生ぐらいの頃かな、ボーイング747のプラモデル作るのすごい好きでね、あれね、石油ストーブの灯油みたいなのが燃料だったと思うんですけど、旅客機って燃費すっごい悪いんですよ。1リッターでどのくらい飛ぶか、リッター
65メートルしか飛ばないんですよ。うわ、悪、燃費悪、ね、東京大阪間だとどのぐらいかな、キロ数でいくと7500とか8000とかそのあたりのリッターが必要になってきますから、かなり燃費悪いですよね。インコも飛翔すれば燃費は悪くなります。あなただって全力疾走すれば燃費悪くなりますよね。食べたものを即座に燃やしてエネルギーに変えますから、インコも飛翔すれば腹も減ります。放鳥して歩き回ったり飛翔したりするということはダイエットの効果もあるんですよ。太りやすい体質の子は積極的に放鳥してあげましょう。以上、インコを自由に飛ばせるとこんなメリットがありますをお送りしました。インコってなぜか飛び立つ瞬間にバッドーンとね、ウンチ爆弾を投下するでしょ。これは飛翔の妨げにならないように少しでも身軽な状態で飛翔しようとする配慮からなんですよ。自然界は焼肉定食の世界、間違えた、弱肉強食の世界です。あなたのインコは今日も元気に飛翔していますか？